ロジテック株式会社は日本のコンピュータ周辺機器メーカー、エリコムの100%子会社。国内でロジテックブランドの外付け HDD や高額ドライブ、スマートフォン用アクセサリーの開発、販売を行う。なお、ロジテック以前には設立時の親会社である関東電子機器販売がラジコンや家庭用テレビゲーム等にロジテックの商標を用いたこともある。 ロジテックのなずロジテックのイーサタエクスプレスカード2012年5月16日、同社の 300Mbps 無線 LAN、ブロードバンドルータに PPPOE の認証 ID 及び PPPOE の認証パスワードが外部より取得される、脆弱性があることが発表された。同日より修正版のファームウェアも配信されたが、主に家電量販店などを通じて、 不特定多数に販売された27万台すべてに対し手動でファームウェア更新を実施してもらうことは混乱を極めた。結果として脆弱性の放置された同社製無線 LAN ルータから認証情報が採取され身元を隠す目的でネットバンキングの不正送金事件などに悪用されるケースが相次ぎ警視庁、総務省、通信事業者を巻き込んだ一大事に発展する。 総務省は通信の秘密に関する業界ガイドラインを見直し、脆弱性の存在するルータを探し出すことが、緊急避難措置として違法性阻却自由に当たることを明確化。通信事業者は脆弱性の存在するルータの所有者を洗い出し、契約者への通知を実施。警視庁は不正送金の補助を行っていた、プロキシサーバ運営会社を摘発。ロジテックは、 新聞広告を掲載して消費者にファームウェア更新を呼びかけた。これら業界を挙げた取り組みは3年以上にわたって行われ、未更新製品は大幅に減少したが、未だに6000台ほどが未更新のまま残っていると見られる。テレコムアイザック推進会議によれば、1台数千円の無線ランルータの脆弱性対策に1台あたり1万円以上の経費がかかったという。 ブランドイメージの悪化したロジテックは、ネットワーク関連製品からの撤退を余儀なくされた。ありがとうございます。